せせせいのせい、せいのせい、 PM10 のサロン喫茶守備。TY19636MOON SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの守備三沢守備太郎こと守備です。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は私守備の何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。2024年8月10日夏真っ只中ですね。セミ鳴いてますね。セミ笑ってますねっていう表現の方がいいかなと、なんかそんなことを電車の中でふと思った守備です。そして、早速ですが PM10 のサロン喫茶守備200人突破おめでとう。200人ありがとうございます。なんとなくやり続けてもう7年ですね。この PM10 のサロン喫茶守備、2017年にチャンネルを開設しまして、自分の誕生日と同じ日にちで、始めまして、そこから7年で、200人、本当にこんなね、ただただ喋っている、ただただ、しょうもない人間の生活を見ていただいて本当にありがとうございます。199人から200人、201に、なんかそのドドドッと早かったですね。またまたサンクス、センキュー動画、上げさせていただきますので、少々お待ちください。まあ、このチャンネルはずっと言ってるんですが、自分の日記として何か残せないかなと思い、YouTube だったら YouTube がなくならない限りずっと残ってるからいいかなと思い、そしてこの、YouTube 日記を自分の老後に、おじいちゃんになった時に見返したいという最大の、それが目標、夢ですね。その時にやっと、ああやっててよかったなって思えるんじゃないかなと思います。まあその年齢まで頑張って生きていようと思います。そして皆様、このサロン喫茶の皆様も常連のお客様も共に一緒にこれからもコーヒーを飲み続けていただきたいなと、飲んでくれたら嬉しいなと思います。本当に200人ありがとうございます。PM10 のサロン喫茶守備。それではこのコーナーに参ります。 One Day Music。 はい、こちら One Day Music、 久々ですね。こちら今日の One Day Music は
グリーンの鼻歌です。グリーンの鼻歌、グリーンの12枚目のシングル、2011年6月22日に発売された一曲。この鼻歌が収録されているアルバムのタイトル、ちょっと言いますよ。歌うたいが歌うたいに来て、違うな。歌うたいが歌うたいに来て、歌うたえと言うが、歌うたいが歌うたうだけ歌いきれば、歌うたうけれども、歌うたうだけ歌うたう、歌うたいきれないから、歌うたわぬ、という、ね、多分、アルバム史上最高に長いタイトルなんじゃないかなと思います。グリーンさん。鼻歌。鼻歌の前、前作、はるかから約2年ぶりの新曲だったみたいですね。はるかも良かったね。ちょうどルーキーズの主題歌となって映画の、あれもすごいね、良かったですね。この鼻歌、とても疾走感あってフレッシュで、まあこの夏にぴったりの曲なんじゃないかなと、自分も大好きな一曲です。多分これを聴いていた頃は高校生だったかな。なんか農業高校だったんですけど、農業高校で、農業をしながら、普通の勉強もしながら、そしてジョーソン、キャッスルと、共に高校でダラダラとグダグダと喋りながら、まあ、この PM10 のサロン喫茶の由来との、由来ともなっている高校の休憩場所、サロン喫茶シュビーと、あの場所から始まったこのチャンネルですからね。まあ、あのサロン喫茶、憩いの場がなければこのチャンネルはなかったかなと思います。まあその特に帰りのバスの中で聴いていた思い出がありますね。鼻歌。この後、どうぞ、シュビーの歌ですが、お聴きください。今日のワンデーミュージックは、グリーンの鼻歌でした。PM10 の、DY19636 Moon SI スタジオからお送りしますしました。PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。やばいね。7年経っても噛み倒してますね。こちら、まあエンドで発表しようかなと思い、今月の電気代ガス代発表です。今月ね、今月自信ないんですよ。先月いきましょう。先月合計金額4983円。なんかちょっと、そうですね、あの維持をしていたっていうやつですよね。しかも2円ぐらい安くなっていたという感じで、さあ、見ていきましょう。
今月本当にやばいよ。クーラー使ってたからな。マジでやばいと思う。マジで分かってる分かってる。絶対分かってる。やばい。うっ。先月4983円、今月4991円。うん、すごくないこれ。維持、まあでもちょっとだけ増えてますけど、ほんとちょっとですよね。ちょっとこれは嬉しいな。ガス代935円。あー、そこだね。電気代4056円。やっぱりね、電気代はちょっと高くなってますね。先月が3867円だったので、今月はまあ1000円ぐらい電気代が高くなっている分、ガス代を使ってないと。935円っていうのは多分、歴あれじゃない、史上最安ガス代だと思いますね。ここに来て頑張ったね守備。でも来月の方がやばいかな。本当にやばいな。来月はちょっと維持をしていきたいと思います。最近思うのがですね、皆さん置き配ってやっていますか？宅急便のまあいろいろ不在の時に選択をするものがあると思うんですけど、宅配ボックスがあれば宅配ボックス、ガスメーターの中とか、なんか今は何ですか、自転車のカゴの中とか、なんかそれも設定できるみたいでやばいなと。その中でまあ置き配っていうのがあると思うんですけど、自分は置き配なんて絶対したくないんですね。だってもう危ないやん、取られるやん。いくらそのね、今はオートロックとかなんかそういう安全面確保されてるとはいえ、同じマンション内の中でもそんな分からないですからね。置き配、まあその前、置き配なんて選択してないんですけど、ちょっと不在の時が多かったんかな。なかなか受け取ることができなくて、その時にパッと置かれてたんですね、玄関の前に。いや、これはダメでしょうと。ちょっとね、こちらの宅急便事情やばいですよ。なんか専門の人じゃない人がやっていて、最近はアルバイト、なんかそこら辺やっぱりこういう大事なお届け物をする人たちっていうのはちゃんとプロを雇ってほしいなと思います。置き配の他にも自分のポストに無理やり入れられていたり、なんかね、ちょっと本当にやばいですね。そういう面、まあいろいろな面ちょっと終わってるなという、そう感じましたね。はい、皆さんもね、いろんな宅急便、いろんなもの注文しちゃってね。 PM10 のサロン喫茶では質問や悩み相談など雑談、普通のお便り、スピスピメッセージをお待ちしています。ラジオネームを添えてメールまたは X メッセージ、 YouTube コメント、 YouTube コミュニティ投稿でお待ちしております。メールの送り先は subi10@gmail.com、 subi10@gmail.comshavi10@gmail.com です。その他詳しくはツイッターをご覧ください。
ここまでの時間は守備がお送りしました。200人ありがとうございます。